タロンガ動物園はオーストラリア、シドニー市内に存在する動物園。タロンガ動物園で飼育されている、雪ウ1916年に開業したオーストラリアを代表する動物園の一つ。2008年にグレートサザンオーシャンズエリアを拡張し、より大型化した。コアラ、カンガルーなどオーストラリアの動物を中心に世界中の動物を公開している。延命のタロンガとは、 アボリジニ語で、ウォータービューの意味。日本とのつながりとして1984年に飼育していたコアラを、多摩動物公園、東山道植物園に送ったことで有名。また、東山道植物園で、イケメンゴリラとして人気を博す西ローランドゴリラ、シャバーニが幼少期を過ごしていた場所でもある。タロンガ動物園をオーストラリア、シドニーガイド。 日本女性を虜にしたイケメンマッチョなゴーリラ、シャバーニ氏が、世界女性を魅了中引くカラパイヤ、2015年6月27日、象と柱の間に挟まれ飼育員が大怪我、ゴーシドニーの動物園、アフプブニュース、httpww.afpub.com、アーティクル、ディザスターアクシデンツ、クライム、アクシデンツ、290万8106、 970万47942012年10月21日閲覧。ありがとうございます。